始まりました。浅香ゆい初です、生配信ライブ。ドキドキが止まりません。バクバクです。すごく緊張しているんですが、まあ今年は本当に思いもしなかった、大変な年になってしまいまして、私もデビュー35周年でしたが、まあなかなか皆さんと会う機会もなく、35周年で企画をしていました。ライブもまあ中止というね、残念な形になりましたが、しかし
思っても見なかったこの配信で、皆さんとお会いできるということで、本当にこれは、感謝だなと思っております。ありがとうございます。今日は私いつも MC でふざけたことばっかり言ってね、みんなとこういろんな会話をさせてもらって、それを楽しんでいるところもあるんですが、今日は一人ぼっちなので、意外とねたっぷりと曲を、お聴きいただこうかなと思っております。私落ち着くまでちょっと次の曲に行くのをやめようかなともうすでに思ってるぐらいの。落ち着こう、みんな落ち着いてんのかな、どんな感じで聞いてんのかな、お家で、お家かな、まあ大体そうだよね、大体お家なんだろうね、きっと。なんかこうまあゴールデンタイム、ご飯食べながらとかお酒を飲みながらとか、なんかでも今日はほらチャットも用意してもらってて、皆さんのね意見も、まあ意見とか言うとちょっとあれなんですけど、皆さんの声とかもね聞きながら進めていきたいなと。まあそうこうしながら落ち着け私、落ち着け私とね言っているわけなんですが、当分落ち着きそうにありませんので、そろそろ行ってみたいと思います。それじゃあ、35周年記念アルバムのボックス、これ9月にリリースしたんですが、その中でもう本当今回ね特別雪印さんのねご好意もありまして、そこでまあメイキングビデオみたいのもね、入れさせていただいた曲お届けしたいと思います。セブンデイズガール。だからサンデー晴れとはしゃいで、マンデーイエローしてやる、トゥースデイ宿題ウェンデイ、パジャマで長電話、こんな運動セブンデイズが悩みなんかないんだろうと大人は言うけど、コンプレックスの塊だよね、見た目も知性も普通だし、ダイエットは挫折ばかり、英語も話せない、まあ彼ぐらいはいるけれど理想には遠い、心が一番、oh, oh. 自分にも優しく、人にも優しく、可愛らしく、そしてサンデー、ディスコで踊り、ダンデリカイモノマン、サンデー朝までサンデー、テレビかドラ
一番は彼との大胆だいた。あんことないこと教えてくれる。実は未熟な私、美少女失格気分よ。情けない片思い、とは
しも何かの邪魔が入るよ。サイレンボーイフレンド作ろう、自分の目で確かめよう。向こう側は胸張って、ボーイフレンド作ろう。素敵になる、自由になる、そこまで言える向こうでも声を出してくれてる人いると思うんですよ。ありがとうございます。なんか今年ね、まあそうだな、35周年、なんかパッとやりたいななんて思っていたけど、まあ現実はなかなかそうはいかなかったので、まあだったからなのかな、だったからかもしれませんけど、私、今年ちょっといろんなことをやらせていただきまして、なんと、もう本当にこのアナログな私が、チートイツをなかなか更新しなかった、この私が、インスタグラムをデビューいたしました。え？今？って言われそうですが、まあ私にとってみたらもう本当、インスタグラム、なんて、まず絶対私やらないだろうなと思っていたんですが、でも、もうみんなとも会えないし、なかなかね、なんかこう、心の距離ができていきそうな、なんかコロナに人と人との距離をすごく遠ざけられてる。そして心の距離まで遠ざけられてたまるもんかみたいなね、ところもありまして、よし、ここは一丁、私も。インスタグラムというのをやってみようじゃないかということで、8月、9月くらいかな。夏から。夏終わりぐらいから。いつ？ 8 月ぐらいから始めたのかな。ね。9月だね。8月だね。まあいいや。なんかその辺から始めたの。なんで、ぜひぜひ皆さん、私、地道に、めっちゃ地道にフォロワーを、地道にですが、今募集しているところで、もっともっとこう皆さんにねフォローしてもらいながら楽しく続けていきたいなと思っております。今までの私とはちょっと違うよ。チートイツ、ホームページにあるチートイツは、まあ年に2回、そこはまあブレずにいこうかなと思ってますが、でもホームページはねすごい大事な情報とかベッてアップしますんで、ぜひそっちの方も忘れずにチェックしてもらいたいと思います。それじゃあ
メンバーを紹介していこうかな。イエイ。ベース吉岡誠二、フドラムス西川隆博、イエイ。キーボード前田優子、優子。そしてギターウキみんな名前で呼んだのになんでウッキーだったのかっていうのがちょっとごめんで、ね、藤野くんね、藤野くん今ボディービルダーを目指してるそうで。目指してないです。目指してるんだよね今からね。今から脱いだらすごいらしいですよ。まあ私もねちょっとあのこのねもう本当もうすごくいい縁をいただいたなって思っておりますけれどもまあ50にして、ビフォーの姿を晒し、そしてこうね、まあなんとかちょっとこう理想の体にまあ近づけたかな。まあでもあの本当この12月4日今日誕生日を迎えて、まあ本当にこんな幸せな誕生日はなかなかないのでね、非常に嬉しい。大体毎年ライブやるときなんかリハとかやってることとか多いですよね誕生日に。だからなんとなくあ誕生日過ぎちゃったのねみたいな感じが多いんですが、今日は本当に思い出深い幸せな一日になりそうですよ。じゃあちょっと派手めなダンスナンバーをお届けしたいと思います。ナイトダンサー。「溶け
私になると一本ほどくよ。
けない子になっちゃう。私のすべてメリークリスマス。ずっと今夜を待ってた違う私になるとリボン、あなたの手でほどいて10月のクリスマスという曲を聴いていただきました。この10月のクリスマスっていうのは、私がスケバンデカを始める前のシングルなんですね。で、すごくとってもいい曲なのに、なのに、てんてんてんって感じなんですが、なのになんて思っていたら、やっぱりね、スケバンデカでこう皆さんにこう知っていただく機会を持つようになってから、この10月のクリスマスのファンの方が非常に増えてくださって、まあこれからも大事に大事に歌っていこうかな。特に12月のねこのシーズン、ね、少しずつクリスマスのこう雰囲気も出てくるし、ただ今年はね、まあちょっとなかなかいつもみたいにね、ハッピークリスマスっていう感じにはならないかもしれませんが、おのおの皆さんでね楽しいクリスマスを過ごしてもらえたらななんて思っております。本当に緊張しなんですよね。どうして私この仕事を選んだんで、選んだというか、どうして私は浅香優衣なんだろうとたまにこう思う時があるぐらい、人前に出て何かをするのがすごくこう苦手なタイプの性格なのになぁなんて思いながら、35年をねえ、おかげさまですよ。これは本当に本当にこれ皆さんのおかげさまで、私、まあ、デビューして35歳、生まれてからじゃないよ、知ってるって、デビューして35歳ということで、年齢はあくまでも記号みたいなものであっていいじゃん。自分でもう51と思うか、まだ51って思うかね、それによってきっと変わってくるだろうななんて思うので、私はまだまだまだそう思いながらね、これからももっともっと40歳50歳デビューしてからだからね、ごめんね紛らわしいこと言って、デビューして40歳50歳そこをね目指していきたいななんて思っておりますよ。じゃあここで懐かしい曲をねたくさん聴いていただいておりますので、ちょっと大人の浅香優衣もお届けしたいと思います。笑顔の私。夜には
しいメロディ、シャンツも着替えて歩き出すよ。ぽつりぽつりと雨が降るよ。心があなたを覚えているけど、魔法が解
優しさが知る。ありがとう嬉しいよ、
ありがとうございます。いやー、51になりました。ちょっとちょ、こう持ってきた人がやっぱ私突っ込んどかなきゃダメだよね。偉い人ですよね、偉い方なんですよ。ワーナーのね、私の担当してくださって、これ名前言っちゃっても大丈夫なの？川北さん、まあもうインスタでデビューしちゃいましたもんね。あ、なんか、え、怖い、何、ちょっと川北さん、待って待って待って、何するの？あ、クラッカーを鳴らしてくれるの？ありがとう。じゃあ、51歳も素敵な1年でありますように。じゃあ皆さんもパーンと言ってください。せーの、おー、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ちょっとさ、みんな見えるかな、ケーキを。わからないか。これこぼし落としたら最悪だよね。でも見てもらいたい。見て、私がほら描いた油絵の絵をプリントしてくれたんですね。ありがとうございます。もう本当にさ、子供が描いた以下みたいなの分かってるね。私も分かってるんだけど、もうここまでやっぱりさ、みんながこう大事にこの絵をしてくれると、なんか私もその気になっちゃいますよね。うんだってありがたい、素敵。まあちょっと今はね、このね、ご時世なのでちょっとこう風とかもやりませんけれども、ということで川北さんいいの、その格好は大丈夫ですか？ご家族の方とかも大丈夫ですか？わかりました。じゃあこれからもあのね、35周年のこの姿ですが、35周年の記念すべきボックスをね、一生懸命作ってくださって、マイクないのに喋んないでください。何ですってマイクなしで喋る。え、来年はいよいよ36周年です、ね、あ、来年はいよいよ36周年だと、もう誰が聞いてもわかるような当たり前のことをね、おっしゃってくださいましたけれども、そうですよね。でもぜひ川北さん、36周年ですが、40周年、50周年とまたよろしくお願いしますありがとうございました、川北さん、ありがとうございます。いけますか、うちら、あ、いけますか。またね、インスタとかにもぜひ登場してもらいたいと思います。すごく、いや、僕はもうちょっと引っ込み思案で恥ずかしいのでって言ってる割にはね、何でもやってくれるね、優しい方だなと、ありがたいななんて思っておりますが、今日は無観客ですけれども、やっぱみんなに会いたいなって、みんなの声を聞きながらやるライブっていうのがやっぱ一番だなっていうのは実感しますのでね、一日も早く前の生活に戻れるようにみんなでね、頑張りたいと思うし、より一層次会えた時きっと喜びも増すんじゃないかななんて思っておりますので、その時は画面の向こうじゃなくて、ぜひまた私のそばに来てもらいたいなと思いますね。それまで待っててください。それじゃあここで私の、まあ、デビュー35周年を記念して、作っていただきましたアルバムボックスの中に、収録されています新曲をお届けしたいと思います。 Light a Shine。
どい昼は口ずれ構わない瞳の裏君を感じてるから泣きすものさえ
Bye.
Yeah.
皆さん、ありがとうございます。勝手にアンコールです。きっと、もしみんなが会場に来てくれてたら、あっさっかよい、あっさっかよい、あの掛け声をね、してくれるんじゃないかなと思って、セルフアンコールで参りました。本当に、まあドキドキは変わらないんだけど、でもやっぱり楽しかったし、なんか懐かしい曲を歌うと、あの頃をこう思い出すし、蘇るし、なんかまたよしって思える、なんかね、そんな楽曲がたくさんあるので、まだまだこれから走り続ける、駆け抜ける自信があります。ということでね、末永くついてきてもらいたいと思っております。よし、じゃあ本当あっという間でなんなんだけど、本当にお別れの時間がやってまいりました。最後は、まあこの歌が大好きで、この歌に励まされたよというゴリケン君もいるし、この歌ですごく元気をもらいましたなんてね、そんな声たくさんあるので、私も元気がもらいます。一緒に歌おう、コンプレックス万歳。
した白い歯がエンジェルみたい。嬉しいそうなの My sweet boy。なんか本当いまだにあのレコーディングをしてドキドキしてたのを本当に今でも思い出すぐらい鮮明に思い出すぐらいすごく緊張しながらレコーディングをしていたので本当にもう感情の彼女もないもう一生懸命譜面を追って歌うみたいなねところがありましたけれども、じゃあかといって今感情があるのかと言われればまたちょっとそれはそれであれなんですけれども、まあでも大人になった夏少女大人になった私が大人っていうとあの書き込みにもあるんだよね、もう十分大人だからみたいなそうなのよ、大人っぽい曲でとか大人らしくみたいなことを言うんだけど、すんごいもう完全な大人だからみたいなね感じで知ってるの、それは知ってるけど、まあでもファンクラブに入ってくださっている皆さんはあれですよ、あの私一生懸命あの解放、まあ、年に4回解放を出してるんですけれども、もうその時の私はあの一文字一文字も未だに絶対にこれはもう譲らない手書きであの書きたいと思っているので、もう一文字一文字みんなにこう思いが届くように、大した内容じゃないけど思いが届くようにそう思いながらねあの書かせてもらってますし、それをまたねみんなが楽しく読ませてもらってるよなんてねそういう風に言ってもらえると励みになりますし、ただ何しか文字が小さいのよね、文字が小さくてもう分かるよ、私たちの年代になってくると小さい文字勘弁してくれよっていうね感じかなと思いますけれども、まあ今はほらあの葉月なんとかとかさあのそれこそ虫眼鏡みたいなこういうのでも見れるようにねなってますんで、まあ、今じゃないね昔から虫眼鏡で見れるけど、まあ、そういうのでこう見ながらねまた楽しんでもらいたいと思いますよ。このライブのまあそうね様子は新年明けましておめでとう号に、掲載したいと思いますので楽しみに待っていてください。ありがとう、ところてんさあそれじゃあ本当にあのもう思い残すことないかな、お前だよみんなじゃないよね、私だよっていうね感じですけれども、思い残すことはまあ思い残すことはいつもあるの、ライブをやった後ああれ言えばよかった、こうすればよかったなんてね、そういうことはたくさんあるので、だからこそ次につなげられるのかななんて思っておりますのでね、みんなも元気でまたぜひ、会いに来てもらいたいと思います。それじゃあ、続いての曲もう本当に最後の曲です。ウッキーが作曲しまして
私が作詞をしたんですが、まあ本当にこう皆さんにお伝えしたい堅苦しいな私、皆さんに伝えたいことをたくさんこう、まあ、歌詞の中に並べて、でしかも15歳で、まあ、ふるさと宮崎から東京に出てきたあの時のもうあの飛行機に乗って心細い、これから私どうなるんだろうと、本当に15歳の女の子が一人で一生懸命その飛行機の窓から大都会東京をこう見下ろした時のそういった心情とかも今回そのありがとうという曲に書かせてもらいました。この歌は本当に応援してくれている皆さんにその感謝の気持ちを伝えたくて書いたものです。なので最後の最後、より心を込めてお届けしたいと思います。ありがとう。チケット握りしめ見下ろす夜景が滲む気を緩めることなんてできないよ、負けそうで魔法の言葉が好きだった、願えばいつかは叶う奇跡だって信じてた。遠い夏の日、ふと背中を押されたような君の笑顔、心が晴れた。行くよ、大人になる前に一度は迷う。ありがとう、いつもそばにいてくれ、当たり前の自信気だった。もっともっと、どんな悲しみも超えて言える。未来は
趣味にしています。元気でいてください。本当にどうもありがとうございました。ありがとう。
つ言葉のその一つさえも忘れたくない、あなたがそばにいること、それが全てだとやっと気づいた。抱きしめた抱きしめた。